皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、パワーカラーヘルハウンド AMD ラデオン RX7900XTX になります。RX7900XTX って、今回はなんと、パワーカラーさんからご提供いただきました。え、提供って、もらっちゃいました。なので今回は、以前レビューさせていただいた、ラデオン RX7900XT と比較をしながら、AMD Ryzen 7 7800X3D と組み合わせて、AMD×AMD の最高ゲーミングパソコンの性能を見てみたいと思います。確かに 3D との組み合わせは気になるわね。さらに今回はこの RX7900XTX の、分解までしちゃったのでぜひ最後まで見ていただければと思います。もらってすぐ分解するの？やっちゃいました。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずはパワーカラーってどんなメーカーなのかから見ていきましょう。パワーカラーは、ラデオンチップのグラフィックボードを中心に、パソコンパーツ、周辺機器を開発、生産するメーカーです。1997年に台湾で設立され、今では台湾、オランダ、米国を含む多くの国で展開しています。パワーカラーといえば、グラフィックボードの印象が強いですが、グラフィックボード以外にもキーボードやマウスパッド、グラボホルダーなども販売しているみたいです。でもやはりグラフィックボード一筋なのかなと思えるラインナップですね。グラフィックボード一点で企業として成り立ってるってすごいわね。確かに、他のメーカーはいろいろ出してますが、AMD グラフィックボード一本ってすごいですよね。そしてパワーカラーのグラフィックボードといえばこちら、レッドデビルですね。真っ赤なグラフィックボードね。これぞラデオンと思えるようなグラフィックボードですよね。ハイエンドクラスのレッドデビル、メインストリームクラスのヘルハウンド。このような住み分けとなっております。では今回レビューするヘルハウンド AMD ラデオン RX7900XTX のページも見ていきましょう。こちらは2023年5月現在で最安16万9800円で販売しております。昨年12月に発売された時は18万円超えで売られていたのでその頃から見ると少し安くなっていますね。ではホームページを見ながら特徴を見ていきましょう。RDNA3 アーキテクチャをベースにした AMD の GPU ラデオン RX7900XTX を搭載で、この新世代のヘルハウンドでは LED カラーのアメジストパープルが追加されました。100mm の大型ファンを2機プラス 90mm ファンを1機のトリプルファンを採用しております。冷却ファンには2つのベアリングを搭載し、ファンの寿命が2倍に伸びたみたいです。インテリジェントファンコントローラーというスマートチップからの温度検出を利用して、GPU が60度に達するとファンが動作を開始し、50度を下回ると停止するため騒音の低減にもなるみたいです。GPU を使ってない時はファンが回らないってこと？60度以下であれば回らないですね。最新のリングファンブレード設計で9枚のファンブレードを採用し、旧世代ファンに比べて、GPU の温度を3度以上低下させることができるみたいです。乱流を低減するため、中央の 90mm ファンが左右のファンとは逆向きに回転する仕様となっています。エネルギー変換効率を高め、発熱量を低減するドクターモスチップを採用しており、GPU に電力を供給する12+3+2フェーズ VRM 設計と、VRAM 専用に特別に設計された追加の2+1フェーズを採用しています。なので、合計で12+3+2+2+1フェーズとなっております。はい、シュラミちゃん全部で何個？全部で。ブブー、時間切れ。基板についているバイオススイッチでサイレントモードと OC モードに切り替わります。冷却性を高めるためのニッケルメッキ処理を施した 6mm×8 の導性ヒートパイプと、表面積を拡大したヒートシンクで熱の拡散を高めています。LED 内蔵で、アイスブルーとアメジストパープルを側面のスイッチで切り替えができます。ラデオンで紫って珍しいわね。確かに珍しいですよね。皆さんはアイスブルーとアメジストパープルどっちの方が好みですか？背面にはヘルハウンドシリーズのロゴマークをデザインした金属製バックプレートで、基板の歪みや排熱も考慮して設計されているみたいです。それでは実物を見ていきましょう。シュラララ。それでは開封をしていきましょう。箱はさすがにかなり大きいですね。開封は側面から開けていきます。こちらはメディアサンプル用に出回っていたもので新品ではないみたいです。ではオープン。紫。こちらの内箱はなんと全面紫となっておりました。おそらく LED のアメジストパープルを模しているのかと思います。開けるとまずは付属品が出てきました。真ん中にあるの何？こちらはコインが入っておりました。こちらには491という記載があったので世界で491番目のグラフィックボードなんですかね。491って微妙な数字ね。確かに。コインスタンドまでついていました。こちらにコインを入れて飾ることもできそうです。でもどこに飾ろうか悩みますね。
他にはグラフィックボードホルダーも付属していました。最近のグラボは性能向上に対して、大きさも重さも大きくなってきているので、マザーボードの PCI スロット保護のために付属されていました。ちなみにグラボの接触部分に書かれている文字、シュラミちゃんこれなんだかわかりますか？え、R、ブブー。こちらはパワーカラーの P と C になります。そんなの知ってたわよ。では本体も見ていきましょう。見た目はこんな感じです。パッと見、シンプルな見た目となっております。こちらが先ほど言った3連ファンで真ん中のファンだけ小さいですね。では外観を見ながらスペックを見ていきましょう。おそらくすでにスペックは知っている人が多いかと思うので、7000シリーズの特徴だけ説明していきます。今までの6000シリーズと比べて大きく変わったのが大構造がチップレット設計というものに変わっております。今までは単一台での実装だったのですが、7000シリーズからは複数の台からなる構成となっており、RX7900XTX で使用されるナビ31では MCD が6つ全て有効となっているため、最終的に 96MB のインフィニティキャッシュと 24GB の 384bit VRAM となります。ちなみに RX7900XT では MCD の1つが無効になるため、80MB のインフィニティキャッシュと 20GB の 320bit VRAM となります。主要なコア仕様は、RX7900XTX はストリーミングプロセッサーが6144、レイトレーシングアクセラレータが96、RX7900XT ではストリーミングプロセッサーが5376、レイトレーシングアクセラレータが84などとなっています。RX7900XT では XDX よりも各コアなどが約 12.5% 削減されている形になります。さらにメモリ性能も RX7900XT の方がやや低い性能となっています。MCD 一つが無効化されている影響で各スペックが約 16.7% 低くなっています。XTX では 384bit の 24GB GDDR6 でメモリバス帯域幅は 960GB 毎秒となっているのに対し、XT では 320bit の GDDR6 でメモリバス帯域幅も 800GB 毎秒となっています。簡単にまとめると XTX と XT の差が、コア性能差が約 12.5%。メモリ性能が約 16.7% の差があるということですね。この差が実際にゲームをした時にどのくらい性能差が出るのか気になるところではありますね。それでは検証機に搭載して実際に性能を測っていきましょう。今回の検証機はこちら。CPU は AMD Ryzen 7700X3D、マザーボードは MSI Pro X670P Wi-Fi、マザーボードの BIOS は一番新しいものにアップデートしてあります。メモリは G-Skill DDR5-5600、クーラーは AK620、電源は MSIA850GF、OS は Windows 11 Pro を使用しました。また今回は比較対象に、RX7900XT と比較してみました。検証前にライティングの感じも見てみましょう。こちらがアイスブルーというカラーになります。水色だけど淡い感じの色ね。上にあるスイッチで色を切り替えられます。こちらがアメジストパープルというカラーです。おお、この紫の色もいいわね。バックプレートも光っていて、ヘルハウンドの目がその色で光っているので結構かっこよかったです。バックプレートまで装飾されてるのね。皆さんはどちらの色が好みですか？私は、紫かな。では検証パート行ってみましょう。ファイナルファンタジー14。まずは FF14 ベンチマークから。設定は最高設定で、解像度は左から 4K、WQHD、フル HD となっております。CPU が AMD Ryzen 7700X3D なので、全コアの使用率も表示させてみました。それでは結果を見てみましょう。まずはスコアから、XTX の結果が、22,948、33,781、37,144となりました。XT との差ですが、フル HD はほとんど差がなく、WQHD 以上では XTX の方がいいという結果ですね。こちらは平均 FPS と最低 FPS になります。こちらもスコア同様、フル HD はほとんど差がなかったのですが、WQHD 以上は差が出ましたね。平均 FPS はやはり XTX の方が、XT より1割以上高い結果となりました。最低に関しては WQHD で XT より負けていますが、誤差の範囲かなとも思えるレベルかと思います。では次行ってみましょう。ファイナルファンタジー15。 FF15 ベンチマークもやってみました。設定は高品質で、解像度は3種類となります。思い出有名な FF15 ベンチマーク、果たして結果はどうなったのか見てみましょう。まずはスコアから、 XTX の結果は 10,671、 10,726、 21,970 となりました。こちらは先ほどの FF14 と違い、全ての解像度でスコアを上回りました。FF15 ベンチマークがダイレクト X11 なので、ダイレクト X11 系のソフトには大きな差が出るかもしれませんね。こちらが平均 FPS と最低 FPS になります。4K の最低 FPS が XT が勝っておりますが、それ以外は XTX の方がいい結果となりました。
ベンチマークの結果だけ見れば、XTX の方が性能が良いのもわかりますが、XT でも WQHD で150以上、4K で60以上出ているので、十分遊べる FPS かなと思います。では次。サイバーパンク2077。続いてはサイバーパンク2077です。設定はウルトラで、レイトレーシングオンにして行いました。このベンチマークもなかなか重いんですよね。では結果を見てみましょう。まず最低 FPS については、ほとんど差がありませんでした。さすがサイバーパンク、フル HD でもレイトレーシングがあると60を切るんですね。平均 FPS については、フル HD と WQHD はどちらも問題なく遊べそうですね。ただ 4K に関しては、設定を下げるか FSR2 をオンにするなどをしないと快適には遊べそうにありませんね。では次。マイクロソフトフライトシミュレーター。続いてはマイクロソフトフライトシミュレーターをやってみました。設定はウルトラでダイレクト X11、成田から羽田間の飛行開始10分後の計測になります。先ほどからダイレクト X11 のものに関しては、CPU も割とコアが動いているような気がします。ダイレクト X11 とダイレクト X12、どちらが 3DCPU の効果が出てるんですかね。では結果を見てみましょう。こちらは平均 FPS も最低 FPS も XTX の方が1割以上良い結果となりました。XTX に関してはどの解像度でも平均 60fps 以上、XT に関しては WQHD までは平均 60fps 以上、という結果となりました。ただこのマイクロソフトフライトシミュレーターなんですが、飛ぶ場所、地域、時間帯によって FPS が変動するので、参考程度に見ていただければと思います。ただシミュレーションゲームなので、XT でも動かすこと自体は問題ないかと思います。では次。アーク。続いてはアークになります。こちらは初期リスポーン地点をうろうろ散策したり、行動したりしてみました。全く同じ動きをしていたわけではないので、こちらも参考程度に見ていただければと思います。では結果はこちら。こちらが結果となります。XTX に関してはどの解像度も 150fps 以上出ているので、かなり快適に遊べるかと思います。XT に関しては WQHD と 4K の平均 FPS の差が大きかったです。一応 60fps 以上は出ているので遊べるとは思いますが、快適なのは WQHD まででしょうか。では次。フォートナイト。続いてはフォートナイトです。設定はすべて最高設定で、ダイレクト X12 で行いました。CPU の使用率は 4K 以外は割と動いていそうですがどうでしょうか。どのぐらい使用率が動いていたら 3DV キャッシュが動いている、っていう判断をしていいか悩ましいところですね。では結果を見てみましょう。結果はこのようになりました。どの結果も XTX の方が高い結果となりましたが、フル HD と WQHD に関しては、このぐらい FPS が出ているなら XT でも十分かなと思います。もちろん、FPS ゲームなので調整すれば FPS は伸びると思うのであくまで最高設定での話ですが、4K に関しても、4K ゲーミングモニターが高いので、60fps 出ていればできないことはないですね。では次。Apex Legends。皆さん知っていますか？ Apex Legends が、大幅アップデートしたことを。ということでこちらが新しい訓練場になります。なんか近未来的になったわね。今までの訓練場と比べるとかなり様変わりしましたよね。今までのよりも大きくなって、ボットもたくさん出るようになって結構面白くなったんですよね。それではここでいつもの爆破テストをやった結果を見てみましょう。まずはこちらが訓練場での結果となります。平均 FPS はフル HD と WQHD に関しては XTX と XT で大きな差はあまりありませんでしたが、最低 FPS に関しては結構差が出ました。下に引っ張られちゃうとたまにカクついた感じになってしまうので、少しでも FPS の差がない方がいいですよね。続いては実際に戦場での結果です。降りる場所や敵の数など、毎回違うのでこちらも参考程度に見ていただければと思います。WQHD とフル HD に関しては XTX でも XT でも問題はなさそうですが、XT は最低 FPS が下がりすぎてるかなと思います。4K に関しては、XTX は 200fps を超えていて、十分すぎる結果となりました。XT でもプレイ自体は問題ありませんが、最低 FPS との差がちょっと気になるところですね。全体を通して XTX 結構強いですね。シュララ。それでは皆様お待たせいたしました。RX7900XTX の分解のお時間です。基本的にグラフィックボードの分解は保証等が切れてしまうのでおすすめしません。新品で購入されて不具合があった場合、保証期間内であればサポートセンターや購入した店舗でご相談してください。今からやるって人が言うセリフ。いや大事なところなので、グラフィックボードの裏面のネジには封印シールというのが貼られています。こちらを破かないと基本的には分解ができないのでこちらを見ると分解され。はい、こちらのグラフィックボードはすでに分解されているんですよね。
もともと貸し出し品だったということで、どこかで分解されていたんでしょうね。なるほど、だから分解するのね。ということで心置きなく分解していきましょう。まずは裏面にある4つのネジを外します。続いて真ん中のプレート部分のネジも外します。もしかしたらこれは外さなくても分解できたかもしれません。かなりテンションがかかっているものなのでお気をつけください。また開ける際ですが、ファンと LED のコネクタがついているので、このケーブル類を断線させないように反対側から開けていきます。グリスやサーマルパッドでくっついているので、結構力を入れないと開けられません。こんな感じで開きました。そしたら先ほどのケーブル類を断線させちゃうといけないので外しておきます。ファンケーブルの方は結構硬かったですが、LED ケーブルの方は簡単に外せました。ということでこちらが RX7900XDX の基板となります。コンデンサやらいろんなパーツがギッチギチに入っているわね。ですね。グリスも綺麗に掃除してみました。こちらがチップレットアーキテクチャを採用したナビ31という台になります。真ん中の大きいのが TSMC の5ナノメートルプロセスで製造した GPU 台 GCD で、周りに6つの線が入っているのが、TSMC の6ナノメートルプロセスで製造したメモリコントローラとキャッシュメモリの台 MCD6 機になります。GCD は5ナノメートルで MCD は6ナノメートルと大きさが違うの。どうやら今まで使っていた6ナノメートルを使うことで、全てを5ナノメートルにするよりもコスト削減ができたみたいです。そして台の周りに12個のメモリがついていました。こちらが 2GB のメモリが12枚で合計 24GB ということだと思います。こんな小さい基板の中にいろいろ入っててすごいわね。確かに。はい、ということで今回は、パワーカラーヘルハウンド AMD ラデオン RX7900XDX のご紹介でした。前回 RX7900XD しか触ったことがなかったのですが、XD と XDX で結構差があったことにびっくりしました。確かにスコア差や FPS の差はあったわね。レイトレーシング性能はまだまだな部分もありますが、ゲームによっては WQHD やフル HD で 240fps を出したい、4K で 140fps を出したい、また VRAM が多いので、VR 系のゲームなどをしたいって人にもいいかもしれませんね。確かに VRAM が多いのもいいわね。それから最後に消費電力も調べてみたんですが、アイドル時は差がなかったんですが、FF14 ベンチマーク中は約 50W ほど XDX の方が高い結果となりました。やはり強い性能のものはより電力を使うってことね。まあそれは仕方ないところですよね。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃん、けん、ポン。またねー。